はい、ということでこの章ではですね、見た目について話をしていこうと思います。要するにブサイクは全員ということでね、話をしていこうと思うんですけども、はい、いやでもさ、ブサイクがうんぬんかんぬんっていうのはまあジョークっちゃジョークなんだけど、ジョークじゃなきゃないと言ったらジョークじゃない、うんうんうん、ブサイクは自分をちゃんとブサイクだと自覚してそれを売りに出すんだったら俺はめちゃめちゃありだと思う、ね、それはありだと思う、うん、ただ、ブサイクがいくら頑張ったって普通以下ぐらいにしか僕はならないと思って、うん、だからブサイクなんだったらちゃんとそれを売れっていうのを、まあ、見た目、まあそうっすよね、そのやっぱ動画の見た目、うん、これはもちろん服装とか顔の、ね、メイクとかヘアスタイルとかもちろんあるっちゃあるんですけど、例えばさかなクンとか、うん、魚の食べ物してなんか吐く息ってやめたっていう、まあ、あのキャラクターがあるとちょっと、まあ、魚に詳しい人なんだ、伝じろう先生とかも吐く息ていかにも博士っぽいというか、はいはいはい、先生感があったりとか、やっぱその見た目で説得力をつけるっていうのは結構大事だと思います。そうですね、先生とか博士っていうんだったらこういう白衣とかをね、うん、詳しいですよって感じはするじゃないですか。そうですね、逆に僕とかだと令和の虎とかでそのガンガン攻めるっていうのは令和の虎っていうブランディングがあるので、こういう見た目赤い髪の毛に感じだってね、こういうイヤリングみたいなそういう感じにしてますけども、うん、やっぱりそういうそのどういうキャラクターなのかっていうのはパッと見でみんなわかるじゃないですか。いやそうですね、でそこら辺もね意識できるといいんじゃないかなっていうのを思ってて、変な話じゃあ僕は顔の話をするんだけど、うん、顔が見た目が良くない人がなんかめちゃめちゃさ攻撃的な人だったらさ、うん、出ないよきっと。それは出ないね、出ない、うん、悪いけど、それは顔がある程度整ってるからこそっていうところじゃないですか。でちなみに僕はあの知ってる、まあ、別に見りゃ分かると思うんですけど顔整ってないです。顔整ってないのでサングラスって顔の半分ぐらいがさ黒く塗りつぶされるわけじゃないですか、はい、なので僕もともと別に顔整ってないですよ。顔整ってないからこういうさ見た目赤い髪の毛とかそういう外見的なところをやってるんです。なのでこういうのをやっぱ意識するのは大切なんじゃないかなって思いますね。僕はね、かっこいいよ、おばさんみたいにもともとの顔がいいやつはね許せない。この世で一番嫌いだやめろ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 昨日ライブ行った人なんだっけ、鴨頭らしい人。あそう、鴨頭さん、鴨頭さんとかやっぱなんて言うんだろうな、あのスーツ着てなんかスキンヘッドのなんかいかにもセミナーやってます感な人がやっぱ喋るとね、あなんかおこの人ちゃんとしてそうだなとか、あそうだね、ビジネスマンとかもやっぱちゃんとしたスーツ着て、まあ、いい腕時計してもうなんかピシッとしてる方があなんかこの人できる人かもとか、やっぱ見た目でねおこいつできるって思わせられるもそうだし、アイドルとかもね、いや見た目であアイドルだ、あメイドだとか、あこの人なんかストレッチマンというかめっちゃ筋肉ゴリゴリの人とかがストレッチ教えてると説得力があるなとか、動画のブランディングによってやっぱ見た目を変えられるといいかもしれないですよね。そうね、それこそカモさんの話になったんで、鴨頭さんって炎の講演家って名乗ってるんですけども、そう炎の講演が鴨頭シフト、服装スーツは何色だと思います？灰色？え、赤？え、赤だった？赤だった。さっき動画見たら赤だった。灰色の場合もあるかもしれないけど、そうそうそう、追いつきなってるんだよ。あー、そんなことない、そんなことない、そんなことはないけど鴨頭さんは、この動画を見て SNS マーケティングに興味を持ったそこのあなた、概要欄から SNS マーケティングチャンネルバズハックの公式 LINE を登録してください。バズる TikTok のテロップの入れ方、 TikTok で稼ぐおすすめの方法5選、 TikTok を IP アドレスでバズらせるヤバすぎる裏技、 TikTok のバズる方法解説してるやつのやり方がいろいろと、その他これだけの特典がですね無料で受け取れます。え、本当に無料なの？本当に無料なんです。え、じゃあ受け取らないなんてもったいないじゃん。僕もそう思うんですけども、実際ね行動に起こす人ってのはほとんどいません。そのままブラウザバックしたって人生何にも変わりません。せっかく動画を最後まで見てくれる熱心なそこのあなたは、ぜひ LINE 登録して無料プレゼントを受け取ってください。また無料プレゼントとかもどうでもいいから、秋社長と内山さんにすぐにでも直接 SNS を教えてもらいたい、 SNS 運用をしてもらいたい、 SNS で有名にしてほしいっていう方は概要欄からホームページに飛べますので、そちらから直接お問い合わせしていただけると嬉しいです。それでは今日も最後までありがとうございました。実際行動できる人はなかなか少ないんですけど、あなたとお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。ぜひね行動していただけると嬉しいです。楽しみにしております。バイバーイ。